はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィニングレバーアプリ2019やっていきたいなと思います。ということで、まずはウイレアプリあるあるからいきましょう。今日はこちら、北2世さん、やっぱりウイレにバイエルン搭載してほしいということで、シンプルにこれマジでそうですよね。いやー、バイエルンとかね、本当に搭載されたら嬉しいんですけど、まあ FIFA とウイレの争いもありますし、もうちょっとコナミさんに祈るしかないかなと思ってますね。はい、ありがとうございます。ということで、選手のロッククイズいきましょう。今日はこちらの選手、はい、この選手はですね、はい、黒玉センターバックの選手になるんですけど、僕の昨日のツイート見てる方だったらね、はい、僕が今狙ってる選手ですね。はい、これでわかるんじゃないかなと思いますので、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで、いやもうね、画面見たら今日僕が今から何するかわかると思うんですけど、はい、サンキューログインボーナス14日目ということで、ひたすら延期されていたですね、ブラックボール来ました。黒崎ケツケツですね。いやー、なんか謎な時間に配布されましたよね。9時か14時に配布されるかなと思ったら、14時すかして15時ということでね。いやー、なんかあれですかね、サーバー落ちるの回避で時間ずらしてきたのかわかんないですけど、はい、なんかうまくやられたなというところで、はい、比較ゲームズ引かせていただきます。さあ行きましょう。受け取っていく。 OK。いやいやいや、緊張しますね。皆様ちなみにもう引かれました？多分ね、みんな引いた方もいると思うんですけど、もしね、引いた方いらっしゃったら、こんなの出たよとかコメントいただけると嬉しいなと思います。はい、で、ちゃんと来てるかな？これで来てなかったら、あれだけど。オッケー、来てるね、来てるね。ブラックボール、残り226日ということで、だいぶ期間ありますね。はい、ということで、いやー、どうだろう、誰出るかな？一応ね、僕昨日ツイッターの方で予想していて、はい、これね、明日の黒確定予想。ラモス当てます、有言実行してみせます、答え合わせは動画でということで、はい、ちょっとかっこよくね、あのホームラン宣言的なね、黒確定宣言させていただいたので、まあこの気持ちきっとラモスなら受け取ってくれるんじゃないかなと思っております。さあ行きますか。まあもうね、多分皆さん的にも早く引きを引かっくって感じだと思うので、行ってみたいと思います。あ、ちなみになんですけど、あの簡単にちょっとあのどんな選手が出たら当たりなのかみたいなところも話していきたいなと思ってて、基本的にね、黒の選手は強いので、被らなかったらね、今回当たりだと思っていいんじゃないかなと思ってます。まあ今後ね、ライブアップデートとか考えると、固定メンツではなくていろんな選手起用していきたくて、そうなった時にね、あの選手を持ってるってことが大事になるので、まずね、新しい新規の選手が出たら喜んでいいと思います。で、被りだったとしてもレベルマックスの被りじゃなければ、まあそれも OK かなと思いますね。今後もしかしたらその選手でトレードできるかもしれないですし、まあその選手をね、育てたいと思ったら合成してレベル上げにすることもできるので、まあそれを考えるとレベマじゃなければまあいいかなと。で、最後ね、レベマの被り、これが一番悲しいですね。はい、まああのあんまレジェンドの時も言いましたけど、レベルマックスの被りだと本当にあんまり使い道ないので、一番外れパターンになってしまうのかなと思います。まあ僕の場合ほぼレベマの被りになるんですけど、まあそこはちょっと目をつぶって、はい、ラモス当てていきたいなと思います。じゃあちょっとラモスに願掛けしておきますか。ラモスさん、お願いします。かっこいいとこ見せたいんです、みんなに。やった、宣言通りラモス出したよ。そんなかっこいい姿を YouTube の歴史に残したい。はい、では行ってみたいと思います。レベル1の選手を獲得します。よろしいですか？よろしいです。レッツゴー。さあ入っていくよ、入っていく。いやー、いいね、爽快。うん、気持ちいい画面出てきましたね。まあ本来で言えばここで雷鳴ったら最高ですけど、今回で言うならラモスは雷ではないので、はい、雷出ないことがまずはラモスに一歩近づくことになるのかなと思います。さあ皆さん行ってみたいと思います。レッツゴー。さあ来い。おお、雷は鳴らず、普通に黒ですね。さあ誰が出てくる。来い来い。よー、あー、走る理不尽、ロメル・ルカク。うん、普通に嬉しいんだよね。まあ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 、ラモスは出なかったけど、はい、プレースタイル理不尽のルカク選手が出てくれましたね。はい、ありがとうございます。ちょっとね、ラモス出た時の反応しか考えてなかったので。まあまあまあ、マンチェスターユナイテッドね、トッテナムに昨日勝って調子も上げてきてるので、ルカク選手のリアルの活躍も祈りながら、そんなところで動画終わっていきたいなと思います。はい、皆さんもね、ぜひ何出たかコメントとかいただけると嬉しいなと思います。ではですね、今回動画以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ルカク。